あ、神戸で、ね、このさっきの井上優と、あの井上じゃない、ね、井上圭と、ね、あの柳川隆二と、張東院と青山でね、いるね、話も、吉村浩一さんの話も、あーみたいな、あ、結局神戸山口組が両方どこに出てきてるみたいな、あー、それ井上優のおじさんなんでしょうねって、小山圭吾が言ってるみたいな、言ってたみたいな。確かに小山圭吾が言う通り、6代目山口組の人間は登場人物に出てこないみたいな、なるほどねみたいな、あ、小山君はやっぱり全部お見通しなんだなみたいな、俺の株が上がるばかり。だって遠征ワンナ君と遠征君出てきてるもんねみたいなさ、あ、やっぱり本物、小山圭吾前から遠征君とって言ってたもんね、みんな付け取りだったねみたいな。エンセン君も結構っていうことは仕掛けたってことみたいなさ、ワンナ君とエンセン君が仕掛けたってことみたいなさ、軽くこれ仕掛けに行ったよねみたいなさ、あの小山敬語サイドについたじゃんみたいな、やっぱこれ時代変わるんじゃないのみたいな、ね、あのやばい来たよこれみたいな、あのねさ、あのえ何やばくないみたいなさ、ね、龍神風神来大臣みたいなさ、え、これ来ちゃったり、あの神様系みたいなさ、ねえ、龍神風神大臣みたいなさ、ねえ、そんな感じじゃない、あのねえ、じゃあ俺雷ね。ワンダーゼン枕店ついに来てさ、これ時代変わるんじゃないのみたいなね、あのやばいよこれ、みんな皆さん思ってましたよね、簡単にね、そうだと思ったんだよな俺。だからワンピースのルフィもあの雷小僧になってたんだみたいなさね、あの別に俺封じてもいいけど、あのまあね、ドンピシャ来たやんみたいなさ、あのね、全然何でもあの本当にね、ピシャッピシャッとなってきてさ、風神雷神龍神の3人のことを枕店っていうね、3人のことを3人のと枕店っていうね、あの草冠に火かけて大きい羅生門の欄にさ、天国の天枕店。